こんにちは、ラクプロデザインです。今回はパワーポイントでコナミを使ったアニメーションということで、ご覧のようなアニメーションの作り方を見ていきたいと思います。まずコナミとはということですが、これはパワーポイントの図形の中にこのような波打った図形があります。この図形を変形してアニメーションをかけています。今背景と同じ色ですので何もないように見えますが、枠外に移動するとこのような図形が配置されています。では実際どのように作成するのか見ていきたいと思います。まずは文字の入力をしていきます。任意のフォントと文字の大きさを設定します。ここでショートカットについていくつか見ていきます。文字を縮小するショートカットはコントロールとシフトと小なりになります。反対に文字を大きくするにはコントロールシフト大なりになります。またオブジェクトを複製する方法はコントロールをしながらドラッグすると複製できます。その他にコントロール D をしても複製することができます。配置を整えたところで次にアニメーションを設定していきます。コントロール A で全てのオブジェクトを選択した状態でメニューのアニメーションをクリックします。そしてその中にあるその他の開始効果をクリックします。そしてコンプレスというアニメーションを選択します。プレビューを実行するとこのようなアニメーションになります。次に開始のタイミングを調整します。すべてのオブジェクトを選択した状態で開始のところから直前の動作の後にします。こうすることで順番にアニメーションが実施されます。では続いて挿入の図形からコナミを選択します。こちらの図形になります。では画面上に書いていきます。書けたらまず90度回転します。そして横方向に伸ばしていきます。続いて黄色い丸印を左方向に目いっぱい伸ばします。大きさを調整してテキストの上に重ねます。ではこの図形にスライドアウトのアニメーションを適用していきます。メニューのアニメーションからスライドアウトのアニメーションを選択します。そして効果のオプションから方向を左矢印に設定します。では開始のタイミングや遅延の値を変更していきます。最終的にはテキストとコナミが同時にアニメーションするように設定をします。ここではテキストのアニメーションの継続時間を1秒にして、コナミのアニメーションの開始を直前の動作と同時にして遅延なく同時にアニメーションするように設定をします。アニメーションが設定できたらオブジェクトをコントロールをしながらドラッグすることで複製を作っていきます。こうすることでアニメーションも複製されますので同じように設定をしていきます。これでアニメーションの設定をすることができましたので、最後にオブジェクトを背景の色と同じに合わせておきます。ここでは白にしておきます。はい、ということでこれで完成となります。今回の動画はこれで以上になります。参考になるところありましたらいいねやチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。